こんにちは、カーボンアイアンシャフトの塊、中富岡又に比べただけじゃないです。本日はですね、前回に引き続き今度は軽量シャフトの塊でございます。塊、うわー、別に、いや片手はやっぱ重いな、ちょっと まずは振動数を測ってみよう。はい、今回もですね、前回に引き続き、カーボンアイアンシャフトの振動数を紹介しようと思います。なお今回は、前回 100g 以上というシャフトを集めましたので、今回は 100g 以下のシャフトを集めております。なお、前回と同様、今回も全て7番アイアンの、測定しております。基本的に長さは37インチ、重量に関してはカット前、全てカット前のシャフト重量で、調子に関してはカタログ表記を参考にしておりますので、そこは気をつけてください。ということで早速1本目、まずはツアー AD の AD95 のSですね。こちら、調子が中本調子で重さが 98g です。じゃあ早速振動下がっています。315ですね。はい、2本目ですが、次は MCI90 の S ですね。こちらカタログ表記の調子が中調子で重さが 94g です。じゃあ振動下がっています。312ですね。はい、続きまして OT アイアンの85の S ですね。こちら、調子は中調子で重さが 90g です。じゃあ早速振動下がっています。317ですね。はい、続きましてアッタス FF アイアンの85です。なおこれはフリーフレッツシャフトなので、一応 S 相当の硬さで、今回測らせてもらいますので、それでお願いします。調子は中調子で、重さは 85g です。じゃあ振動下がっています。311ですね。はい、次のシャフトは MCI の80の S です。こちらは中調子で重さが、86g ですね。じゃあ早速振動下がっています。306ですね。はい、まだまだいきますよ。次6本目ですね。アッタスアイアン80の S ですね。こちらは、カタログ表記中調子の 87g ですね。じゃあ早速振動下がっています。293ですね。はい、続きましてツアー AD の AD75 の S です。こちらはカタログ表記が中調子の 80g ですね。じゃあ早速振動下がっています。318ですね。続きまして MCI60 の S ですね。こちらカタログ表記調子が、先中調子で、重量が 67g ですね。じゃあ早速振動下がっています。290ですね。はい、続きまして MCI の60の R です。こちらも同じく調子は先中で、重量が 65g ですね。じゃあ振動下がっています。275ですね。はい、最後のシャフトはアッタスアイアンの60の S ですね。こちら調子は中調子で、重量が 64g になっております。じゃあ振動下がっています。287ですね。データを見てみよう。はい、今回もですね、軽量シャフトアイアン、軽量というても 100g 以下なんで、別にむちゃくちゃ軽量ってこともないんですけども、どちらかというと、前回の動画が 100g 以上やったので、今回は 100g 以下のアイアンカーボンシャフトっていうのを調べていきましたので、ここもちょっと解説させてもらおうと思います。まず振動数で似ているのがツアー AD の AD95 の S ですね、と OT アイアン85の S、 さらに言うと同じくツアー AD の AD75S ですね。これは非常に似てますね。95の S が315ですね。OT アイアン85の S が317で、ツアー AD75 の S も318 と、要するにツアー AD に関しては95の S だろうが75の S だろうが硬さがほぼ変わってないということなので、非常にしっかりとしてます。しっかりとした硬さになってます。ただこれポイントなのは、スチールで言えば特に AD95 の S なんか、NS プロ、ロングセラーシャフトの NS プロ 950GH の S に非常に重量帯は近いんですけども、さすがにこの 950GH の S って昔からよく、ピンピンしてるってよく言う人いらっしゃるんですけども、振動数は、そっちの方、950の方が出てますから、逆に言うと
スチールの NS プロ 950GH の S だとちょっと硬すぎるなっていう方なんかは、僕このツアー AD の AD95 の S なんかは、ぜひ試打したらいいかなと思います。まあ、そこから振動数はそれぐらいでもうちょい軽い方がいいって方は、さっき言った、OTI の85の S とかツアー AD の AD75 の S なんかを売ってもらってもいいと思います。で、まあ、同時に今回、まあ、僕結構このツアー AD の AD95 の S なんかを推してるのは、まあ、今回この 100g 以下のまあシャフトの中では唯一の、中本調子なんですね。だから 100g 以下のシャフトで中本調子って、これスチールでも少ないんですけども、カーボンでもやっぱあんまり多いわけではないので、特に左嫌がるゴルファーっていうのはこのツアー AD AD95 の S なんかは結構まあいいシャフトかなと思いますね。はい。で次に、まあ、MCI の90の S とアッタス FF アイアンですかの85が振動数は近いかなと。まあ、たださっきも言ったように、このアッタス FF っていうのはフリーフレックス、まあ、これも組み方によってフレックスが変わってきますので、まあ、今回は一応 S 相当の硬さでやってるので、まあ、ちょっと近いかなというところなんですけども、まあ、これも組み方によって全然変わってくるのと、まあ、何よりこの2本は、まあ、重量がね 10g 近く違うので、まあ、重さが自分が合う方、まあ、を選べばいいかなと。やっぱ 90g と 80g ではもう全然違いますから、まあ、自分がどの重量が一番打ちやすいかっていうのは、まあ、この重量帯は特に打った方がいいと思います。あともう一つかなり近いのが MCI の60の S とアッタスアイアン60の S は、これ振動数重さともに近似値かなと思いますね。だから同じ60の S というとかなり近いなと思うんですが、逆に言うとこの2本は分かりやすいですよね。 MCI が先中調子で、アッタスアイアンが中調子なんですね。だからどっちかというとこの2本は重さ振動数近いので、アイアンでもしっかり捕まえたいゴルファーは先中調子の MCI を選べばいいですし、やっぱり引っ掛けたくないなっていう方はアッタスアイアンの60の S を選べばいいかなと思いますので、まあ、この辺は本当逆に調子で選ぶっていうのも一つ方法ですよね。はい。まあ、前回から見てきたように本当にこれ、まあ、あくまでも一部なんです。もっともっとこのカーボンアイアンシャフトっていっぱいありまして、今回はちょっとうちの、まあ、在庫も含めて紹介できるものに限りがありましたけども、今すごい本当に数がもう数えられないぐらいカーボンアイアンシャフトは台頭してます。だからやっぱスチールっていうイメージが、アイアンはスチールっていうイメージ特に男性の方多いんですけども、今はこの 100g 以上だろうが 100g 以下だろうが選択肢の幅がすごい多いので、まあぜひ本当にあの打たず嫌いじゃなくて打ってもらいたい。で特に今 100g 以下のカーボンアイアンシャフトだと女子プロがもうこぞって入れてます。これ一番の理由って何ですかってよく聞かれるんですけど、これはあのカーボンアイアンシャフトでは体への負担が極めて少ないです。例えば手首、肘、肩、首、このあたりに、まあ、故障持ち、まあ、要するに打ってて痛いとかって思ってる方っていうのは絶対にカーボンアイアンシャフトの方をお勧めします。というのもカーボンアイアンシャフトっていつも言ってますけども、スチールに比べて手に来る衝撃、まあ、要は衝撃吸収能力っては優れてますので、スチールであの直接ボール打った時の手に来る感触とカーボンで打った時の感触ってこれ全然違いますから、今言ったように手首、肘、肩、首、このあたりに故障がある方ではぜひカーボンアイアンシャフトは検討してください。ただ間違ってもらったらいかんのは、僕別にカーボンアイアンシャフトばかり勧めてるわけじゃなくて、当然スチールにはスチールのいいとこあります。だからどちらがいいとか悪いっていうわけではなくて、やっぱり自分の体のこととか、あとそのあとはやっぱりさっきから言うように打たず嫌いっていうのをやめてもらいたい。まずじゃあカーボンの特徴っていうのは、さっきから言うようにその衝撃吸収能力が非常に強い、反面値段が高いっていうデメリットがありますから、そこはやっぱりスチールでいい人は全然スチールで僕もいいと思ってますし、どっちがいいとか悪いって言ってるわけではないので、そこ間違えんといてください。ただそのさっきから言うようにやっぱり男性の方で昔からやっぱりアイアンはスチールだろうと思われている方特に多いので、こういうふうに選択肢が増えてきた中で、ぜひカーボンアイアンっていうのも選択肢の一つとして、まあ、考えてもらえたら、特に体にちょっと違和感もある方というか打ってて痛い方とかっていうのはぜひ体に優しいカーボンアイアンっていうのを勧めてください。ただしもう一回言います、デメリットはスチールより高いところなんで、そこは、まあ、選ぶか選ばないかは財布次第です。チャンネル登録高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。